見て、この前妹とカフェ行った帰りにポケセンでピカチュウのピン買った。かわいい。ハロハロ、こんにちは、ゆんです。今日は皆さん、2023年新年明けましたけど、現時点で愚痴とのろけどっちが溜まってますかっていう、みんなの恋愛市場調査をツイッターの方でこんな感じでアンケートを取ったんですよ。私気になってね、みんなの聞いてみたんだけど、愚痴のが圧倒的に多かったということで、今日はママがねマックの新作をまたまた買ってきてくれてたので、これを食べながらみんなの愚痴を聞いていきたいと思います。新年早々さ、モヤモヤしたり嫌な気持ちでスタートしたくないじゃん。もうこれを機にさ、私がみんなの代わりにそのヤバ元彼とかを成敗するよっていう企画でございます。素晴らしい。てかママが本当にもう YouTuber のママすぎて、毎回毎回私のお家にね来てくれて、ご飯を買ってきてくれる。なんていいママなの。毎回大丈夫だよいいよって言ってるんだけどさ、いつも買ってきてくれるの。アリちゃんと YJ の分まで食べまーす。なんかね、新作のマックのニンニクざく切りポテト肉厚ビーフバーガーってやつらしいです。すごっ、ハッシュドポテトみたいなの入ってる。見える？見捨てろ。いただきまーす。うん、うまっ、おいしい。あ、結構ニンニクめっちゃ、玉ねぎとニンニクがザクザク入ってておいしいわ。バーガーとポテトを一緒に食べてる感覚、一石二鳥バーガーだね。でもデートを控えてる方はあんま食べない方がいいかも。結構口臭い今私。ということで、今日はですね、私の親友でありスタッフのアリちゃんに、みんなからのヤバ人エピソードを読んでもらって成敗していきたいと思います。アリちゃんカモン。アリスでーす。今日の MC はアリスでございます。お願いします。お願いします。いっぱい来てる。いっぱい来てる。面白い。面白い。じゃあアリちゃんの準備ができたら、元カノとのお揃いネックレスをずっとつけたままで、内緒で元カノと遊びに行ってた。えぇ、最低。やだ。え、そのカノ、今カノはさ、知らなかったのかな、元カノのネックレスってこと。どっかで知ったんじゃない。どっかで知って、元カノと遊んでる事実も知って、うん、え、最低。やだ。でも確かに、え、どう、みんなどう、アリちゃんもどう、元カレからもらったものってさ、捨てる。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 新しい人ができたら、うん、前の人のは使わない。あ、まあ確かに使わない。でも捨てるまで行く。例えばさ、じゃあブランド物のさ、グッチとかそういうバッグをもらっててさ、捨てる、使わないだけ、うん、ちょっともらったことがない。まさかのもらったことがなかったです。でもさ、みんなよく言うじゃん、物に罪はないって。私も捨ててはないかも。お財布とか新しいのに買い替えたり、じゃあ新しい彼氏さんができたらその人がくれたものを使ったりするけど、元カノにもらったネックレスを今もつけてて、そのもらったネックレスをアピールしながら遊んでたってことだから、それはちょっとやだ、気持ち悪いよ。ダメです。次。アプリで付き合って結婚した旦那、私と付き合ってもアプリやめずに浮気してたことが最近判明。アプリ中毒やん。ハマってるじゃん。ちょっと何マッチングにハマっちゃってんのよ。出会いがマッチングアプリっていうのは否定しないし、全然いいと思うんだけど、勝手に消しちゃえばいいんじゃない。え、でもさ、アプリを消すだけじゃなくて、うん、ちゃんとアカウントも消さないと、うん、結局アプリ入れたらまたできちゃうじゃん。名前も変えれるしね別に、うん、それは嫌だ。でも世の男性そんな感じで浮気してんのかな。携帯共有しよう。パスワードも全部教えなかったら嫌だ。なんで結婚してさ、浮気相手を探しちゃうんだろう。性欲なの。もう結婚したんだから奥さんとだけでいいじゃん。落ち着けよう。大人になってから遊んでんのはダサい。次。ご飯を作ってあげて、いざ食べ始めたら、うん、全て味付けを変えられた。頑張って作ったのに。全てはちょっと悲しい。とならまだしも。いやだ。それって味見した上で変えてんのかさ、食べる前から変えたのかさ。確かに。え、でも食べる前から変える人めっちゃいるよね。そうだね。いる。マヨネーズかけちゃったりとか、だし巻き卵とかもさ、こっちはそのまま食べれるように味付けを加味して作ってるのに、もういきなり醤油かけちゃうとか。
でもあるあるなのかな、全部変えるはちょっと、私だったらフライパンひっくり返すから自分で作れ怖い怖い男性の皆さん、一回食べてこっそり味変しましょう。こっそりもやだね。こっそりもちょっとやだこっそりもやだ。でも言ってほしいかも、正直に。もうちょっと濃い方が好きかもみたいな不満があるなら言ってください。男性の皆さん、次。昔付き合ってた人に、元カノは美人だったってめっちゃ言われた。めっちゃやだ、めっちゃやだ。元カノと比べる人めっちゃ無理。なんだっけ、男性は上書き保存で、女性はフォルダ分けして保存するみたいな。聞いたことある。でも男性が上書き保存しずに、今そのエピソードだとフォルダ分けしてるから珍しいよね。いや、元カノの話とかするのはタブーですよ。元カノと比べるのは何、可愛かったってなんでじゃあ付き合ったの私とってなっちゃうじゃん。でも嫉妬させてくる系の彼氏とか、不安にさせてくる系の彼氏は、私は最初からそれされてたら、この人とはちょっとなんか幸せになれないかもって、不安がいっぱいで毎日苦しくなっちゃうかもって思って、ちょっとずつ離れちゃいそう。気持ち、あまりにもこう不安にさせる癖がある人は、私だったら考えるかもな。次。結婚して5年、結婚前から借金隠されてました。どうする？5年経った今の衝撃の告白ってこと？やばい、怖い、絶望する。そんな金額にもよるけど、どうなんだろうね。どんぐらいなんだろうね。まだ20〜30万だったら、まあまあまあ頑張ればって感じだけども、何百万っていう借金だったら、もう結婚したこと後悔するなんで言ってくれなかったの5年間。でも逆に5年経って、なんで分かったんだろうね、借金が。あれじゃない、取り立てが来たね。怖い怖いどんどんどん怖い牛島くんの世界みたいな借金の金額にもよるけど、やむを得ない場合でもちょっと言ってほしいよね。結婚する前とか、まあ、結婚してすぐとかでもいいかもしれないけど、5年経っての今発覚っていうのはちょっと信用問題に関わっちゃうよ。気をつけてみんな。次。別れる時に、付き合ってた時にやってた浮気すべて暴露された、墓場まで持ってけ最悪なんだけど、いらない情報何それ、なんでそんな別れ際に言う？たまにいるよね、自分がスッキリしたいから言っちゃうみたいな、いる。何それ、こっちの気持ち考えてたよ本当に、ね、言われた方の気持ちどうなのよ。こっちももう嘘でも言い返しちゃえばよかったんじゃないでも私だってやばいや、でももういいよ、言わせとけばいいよ。そういう人は幸せになれない。そう思う。言い返さなかった、あなたは偉い。次。自分の時間ゼロ、服装、メイクも制限、位置情報共有。監禁されてる大丈夫、監禁だよそれ。束縛がすごいんだろうね。束縛やばいね。束縛超えてもう監禁されてるじゃん。あなたはそれでいいの？アリタンだったらどうする？好きだからもう言う通りにしちゃう？ちゃんと言える？でも割と好きな人に合わせちゃうかもしれない。前例共有しようとか。でも共有しても全然いい、なんか見られて困るとこに行かないし、大丈夫。そうだね。メイクも制限ってなんだろうね。俺といる時以外メイクすんなみたいな、可愛くしちゃダメみたいなそんな漫画の束縛みたいなことあるんだね。スカート履いちゃダメみたいな、生足を見せないでみたいな、他の男に見られたくないみたいな。でもいるな、結婚してる友達でもう旦那さんの束縛がすごいみたいな。女子会で普通に夜ご飯を女の子と一緒に食べててもめっちゃ電話かかってくるみたいな、出ないとキレられるみたいな。でももしかしたら自分がしてるんじゃないの。そんだけ人を疑うってことはさ、よく言うもん。私はね、そう思っちゃういつも。アリタンはさ、私のことを知ってるからさ、元カレとかも知ってるんだけどさいたもんだって、そういう人いるね。めちゃめちゃ寝てる間とかにこうネットの履歴とかまで見られてたの、私が何を調べてるかってなのに自分が結局元カノと連絡を取ってたっていう、意味わかんない、会いたいみたいな。だからその人がやってる可能性めっちゃあるよ。過度な束縛はやめましょう。モテないよ。好きって気持ちがなければ浮気じゃないからと、他の女の子と何回も体を重ねてた。やばいでもさ、いるよねそうやって言う人。全然理解できない、意味わかんない。好きって気持ちがないからとかそういう問題じゃないんですけど、あっちは好きかもしれないし。ねえねえ、やだやだ全部リピートしてた男性諸君に聞きたい、やっぱり一人じゃ満足できないんですか、それとも女性側の私たちに何か不満があるからですか、違う料理も食べてみたいなみたいな。そんな
ことある。ずっと毎日カルボナーラでいいじゃん。こっちもレパートリーを増やしとけばいいんでしょ。任せて、もう増やすから。もうワンパターンはやめよう。こっちも努力をして。こっちもそう、努力をして、その人が他に行かないようにする。レパートリー増やします。次。元彼がかなりの束縛期、職場の人たちとのご飯でゼンリーを見て毎回お店の前まで来てた。怖い。何？え、でも嬉しい人は嬉しいのかな。でも終わる時間に来るとかならいいけど、うん、全然食べてる時間にずっと外で待たれるのは嫌だよね。疑いすぎだね。ちょっとやりすぎかも。私だったら普通に呼んじゃうけどな。あの、その場に。そう。じゃあちょっとなんか懐かし話とかいろいろ終わったら来る、うん、みたいな。それだったら安心でしょ。彼氏が友達と食べに行ってそこに呼んでくれたりするのは嬉しいよね。うん、うん、ね、嬉しい。だからやましい気持ちがないなら、まあ、友達とだけで語りたいこともあると思うけど、呼んでもいいんじゃない、そのストーカーみたいな彼氏。ストーカーみたいな言い方。そんだけあなたのことが好きってことでしょ。なんか彼氏浮気してなさそうだし。じゃあ次がラストにします。二人の既婚者子持ちから好意を要求された。ねえ、なんかさ、結婚してるのに浮気してる人多くない？何？世の男性が信じられなくなっちゃうよ。みんながみんなそうっていうわけじゃないと思うけどさ、もちろん大切にしてくれる男性もいっぱいいると思うけど、こういうエピソード聞いてると結婚するの怖くなってくる。ね、怖い。え、結婚って安心できるものじゃないの？みんな結婚なんだと思ってんですか？ねえ。でも二人の既婚者子持ちから声を要求されてる？既婚者と会ってるってこと？でも。まあそうなる。既婚者はやめよう、女の子も。しかも子供がいるならなおさら、ちょっと相手の家族のこともさ、考えなきゃいけないと思う、こっちも。知らなかったらしょうがないけどさ、結婚するの怖。結婚したいけど、怖いね。怖いよ。逆に結婚してる人に聞きたい。どうしたら浮気する人をしない人見極められますか？知りたい、逆に。自分が飽きられないように努力する？そこに繋がってくるの？そうね。それでも浮気するんじゃない？する人は。する人はもう、するからね。こっちが何しても、うん。そうだよね。将来が不安になる回でした。みんな、大切にして。私みたいに、基本こう、あんまり男性を信じず。信じず？こうなんか最初、ぐいぐい来られると、こう私は疑っちゃうから、うん、大丈夫かなこの人みたいな、うん。チャラくないかなって、こうすぐガードの姿勢になるけど、うん、アリタンもだけどさ、うん、優しくされちゃうと、え、うん、ちょっと、ちょっとね、優しい、好きかもってなっちゃうからさ、世にはやっぱこういう純粋な女の子がたくさんいるわけ。だからこういうエピソード結果になってると思う。その女子の気持ちをもてあそぶのやめてください。あと女の子は、アリタンもみんなも信じすぎない。一旦守りに入ろう。一旦ね。大丈夫かなって、うん。信じたいけどって、信じきっちゃう前に、すぐ好きにならないように、うん、なんかあったら相談。相談します。私がみんなを守るから。はい、ということで今日はみんなからインスタで募集したヤバ男のヤバエピソードを動画にしてみました。マックのこのバーガーめっちゃ美味しかった。もしまたね、愚痴とかヤバ人エピソードとかあったら DM でも何でも私は聞くので、みんなで情報共有してそんな人に引っかからないようにしよう。はい、今日も最後まで見てくれてありがとうございます。よかったら Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録の3点セットお願いします。以上、ユンとアリスでした。あってるあってる。それでは皆さん、今日も一日お疲れーション。バイバーイ。浮気男撲滅。